株式会社赤坂ユニベース様、赤坂様にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えまずは御社のご紹介、お取扱いの商品を教えてください。はいえー、弊社は1968年に、えー、社長がですね一人の手作り職人から、えー、スタートした、えー、企業でございまして、えー、現在はですねジュエリーのデザイン、製造、えー、そして国内国外の卸販売、そして小売り販売までですね一貫して、えー、行っている、えー、企業になります。 JJF のご出展につきまして、関心を持たれた点を教えてくださいそうですね、やはりあの近年、日本製のジュエリーを海外のバイヤーの方が非常に多く求めらっしゃる声が聞こえてきましたので、やはりあの日本を代表する JJF の出店というのは、やはり以前から興味がありましたが、今年初出展踏み切ろうと決断いたし初出店、今、の決断というお話がありましたけれども、特にどんなポイントを持って決断されたんでしょうか。 そうですねやはりあの6月香港展示会、そして JJF、そして9月の香港展示会という流れ、非常にあの、まあ、クリスマス商戦に向けても重要な時期でありまして、でまたあの、近年は日本に直接もう買いに来るという、まあ、特に中国人バイヤーの方が非常に多いので、やはりそこが JJF の大きなポイントかなというふうに思っております今回、ご出展されてみての率直な感想をお聞かせください。 えまあ初日、昨日はです、ね、あの大変多くの既存のお客様にご来場いただきまして、まあ、売れ筋商品の補充そしてまた新作商品を見ていただきまして、えー、商売としては昨日非常にあの好評でした、えー、今日、明日、し2日目、3日目と新規のお客様ですね、ご来場とまたそこから新たなビジネスにつながるように、まあ、頑張っていきたいというふうに考えております。 UBM が主催する6月香港ジュエリージェムフェアそして9月の香港ジュエリージェムフェアとの連動企画689キャンペーンというのがございますが JJF の効果はいかがでしたでしょうか。前回の6月香港展示会でもあの大変あの 美しい魅力的なモデルの方に弊社の商品をつけていただきまして SNS 等での宣伝もご協力いただきましたでまたあの弊社の独自の WeChat 公式ページでもまあそういった展示会でモデルさんがつけてくれたとかそういったニュースをですね配信することによってさらなる顧客の弊社への信頼度そして次回の展示会への期待度が高まったという点では効果があったかなというふうに思っております。で次回のの月にに向けてですねこの J J という大きな舞台をですね有効に 活用してまた本日明日と営業頑張っていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。赤坂様にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。